んにちは、カプリショーです。今回はですね、こんなタイプのおもちゃを作っていきたいと思います。こちらはですね、15センチ角の折り紙を半分の大きさに切って作りました。くる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 回る作品です。これと同じものをちょっと前に作っています。ただしその時は折り紙を3枚使いました。今回は半分だけの大きさの折り紙で作っていきます。それでは早速作っていきます。
出来上がりです。何回か回しているとくるくる簡単に回るようになってきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。